バリで活動しております熊本県防災消防航空隊についてご紹介いたします。熊本県防災消防航空隊は平成13年7月に活動を開始し、今年9年目を迎えました。緊急活動も年々増加し、昨年は364件の緊急出動をしております。隊員は熊本市消防局をはじめ県内各消防本部から派遣された8名の隊員で構成され、年間365日体制で待機し、広く県民の負担に応えるべく日々訓練に励んでいます。ヘリは皆様から向かって左側からサイレンを鳴らして飛来してまいります。本日は災害現場で利用を遅れて孤立した不幸救助者を想定して、グランド中央部上空でヘリを停止させたまま救出活動を実施いたします。地上30メーター上空で停止したヘリから要救助者を救うため救助隊2名が投球降下を行います。その後一旦ヘリは上空で50メーターほど後退して待機します。隊員は現在グランド内にいる2名の要救助者をホイスト救出という方法で海まで引き上げて救出します。このような救出は毎年発生する阿蘇山などの遭難者の救出に活用されています。ヘリの主な緊急出場は山岳救助や山林火災での空中消火、また現場からの救急搬送、病院からの転院搬送があります。隊員には救急救命士も搭乗しています。ヘリが左からやってまいりました。どうぞご覧ください。